行くよ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 。見たい。ほら。お。あ。で変えるとこうまた黒くなっていくって感じで。インザハウス。よしおみろくです。こんにちは。本日はですね、フォーティワンペックスのお邪魔してるんですけども、ちょうどおすみさんが、ね、素晴らしいアイテムがあるっていうことで見せてもらったり、それをですね、今日は紹介、いち早く紹介したいと思うんで、よろしくお願いします。早いわ、だって私が告知より早いんだ。だって、ちょっとずるいわよ、いつも。いや、でも見つけちゃって、あれやべえ、欲しいと思ったら、ちょうど商品登録が。そうなんですよ、今、せかしました。欲しい人がいるっつって。ラッキーですね。はい、まあ、何かと言いますと、非常に簡単なものなんですよ、これですね。はい。ハニカンダリ、ハニカマがかったり、ハニカム酸性度って言うんですけど、日本ではギルフラッシュっていうのがこうね、はい、あの一般的ですよね。何使うかというと、ですね、ちょっとこう傾けていくと分かるかな、こう黒くなっちゃう。つまり、正面からの光をは通すんだけど、ちょっと傾くとこうやって、はい、だからまあ、動物とかを狙うときに、ピカーンとこう、太陽の反射があった場合、すぐバレちゃう、一気バレちゃうじゃないですか。もちろんそれは、敵でもそうですね。砂漠なんかでもそうなんですけど、それを防ぐためのものなんですけど、日本ではかなり、BB 弾の直撃を避けるように使われることもある。もちろんそういうふうに作られたものじゃないから、かけたりはしますけれども、それでもまあ、直撃はしないんですよね。うん。いいところはまあ、そうだね。つけるとかっこいい。かっこいいんだ、そう。うん。あの、なんかプロっぽく見える。プロっぽく見える。はい。というところと、あと、あの、持ってみてもわかる。とても軽い。あ、軽い。そう。アルミハニカムでできてますので。はい。これハニカム、まあ、ハニー、蜂蜜みたいな。ハニーカム。ハニーカム。すごくいいですよね。そうですね。で、はい、今までほら、このあの、はい、マーベリックのソップモットの、ね、ソップのところについてる、このハニーキルフラッシュ。これもかっこいいなと思ってたんですけど、うん、もし自分の持ってる、あの、有名な、キャリコス 1x30。出ました。これがついたら。キャリコス 1x30。はい。これ実はね、33mm の、ポリカーボネット板を売ってますし、はい、これ挟んでこう使ってくださいってことを相談するんだったらね、言ったんだけど、キャリポスってすごくこの投影が明るいので、はい、あのレティクルが何重にもなってしまうというですね、ちょっとこう欠点が、そうです、わかります、はい、そこで、ベクターオプティクスの社長に頼み込んだわけですよ。ハニカムシャンセードを作ってくれ、シャンシェードを作ってくれ、バンシャンシェードを作ってくれ。あ、うまい、今の見てる手が触れる。そうですね、話が全く前に進んでないですけど。はい、全然ね、はい、うん、まあ、いきますよ、じゃあ、はい、じゃあつけてみましょう、はいはい、まずですね、あ、ちょっとキャリポスのお作法感を教えましょう、はい、このようにですね、まあ、バトラーキャップという人多いんですけど、それは超表現なので言いません。あのフリップアップキャップと言いますけども、はい、こちらをですね、両方につけてらっしゃる方多いと思いますけど、あえて私は後ろは移動時だけ、ね、使うときはこれを外しちゃった方がいいと思います、はい、どうしてかというと、せっかくこのね、ほらここは狭いじゃないですか、はい、ね、それが妨害されちゃうんで、これで。そうですね。なので、使ってほしいということと、それからここ、結構ね、知らん人多いんですけど、リオプターと言います、これ。あれ、キャリポスもついたんですか？もちろんですよ。これ、俺知らなかった。あれ？知ってました。スコープである以上、リオプターは必ずついてます。この顔を本当撮ってやりたいと思って、この喜んで顔で俺が知らないと思う。そう。で、これはですね、ここに白い点があるものもあるんだけど、ない、これないものもありますね。はい、まあ、おおよそこの真ん中あたりのところが0点だと思ってください。はい、で、こちらの、こちら、絞っていく方ですよね。うん、同じ状態に戻す方を、こちらは、遠視傾向の人、ね。遠視傾向、はい。で、近視傾向の人はこっちにこう回していく。あ、だから俺ちょっとあれだ。うん、若干ちょっと俺の目が悪いのかなと思ったら、合わせてなかった。そうですね。そうなの。これはね、結構高級スコープになるほど、これを合わせないと、なんかちょっとぼんやりしてたっていう、ね、この間俺初めてフォレスターとか、うん、マスタングで知ったんですけど、うん、はい、俺全然知らない、本当知らなかった。あの大丈夫です、知らない人が大半ですから、はい、私もこの初めて初めてから知ったぐらいです。だからこれ合わせると合わせないと全然違いますので、ね、覚えておいてよ、覚えておいてよ、はい、はい、合わせます。で、前はつけたままなんですけどね。で、今回はここにですね、はい、ヒルフラッシュを挟み込みます。いいですか、はい、ネジが
ありますね。あ、ちゃんとネジ止めできる。もちろんもちろんもちろん。高付けじゃないんだ。専用のやつが。コツなんですけど、はい、こういうネジ止めに関しては一回この半時計回りに回してあげて、カタッとこう落ちるとこあるんですよ。はい。これあれなるネジの基本です。あ、でこっからこういうふうに差し込んでいけば、スルッと、あ、スルッと入るはず、入りました。でないとね、ネジ舐めちゃったりする。舐めちゃった。でこれ両方アルミだから、あ、舐めちゃうと結構噛んじゃったりするので、舐めたり噛んで、揉んだりして大変よ、もう本当に。はい。ほら見て見て、スライチ。かっこいいよね。いいですよ。行くよ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 。見たい。ほら。お。あ。で変えるとこうまた黒くなっていくって感じで。いいですね。あ、で、あとにちょっと変わるから、見させてもらえる、ね、感動を、ちょっと持ってきて。うるせえな、このね。大丈夫。いいっすか？いいよ。パーパーパーチャーン。あー、でも、あ、いい、いい、いい。取れたかな、はい、なんかちょっと、はい、アップにしても、うん、この切りフラッシュ、今、電池ついてるんですよね。はい、ついてます、ついてます。うん。遠くになればなるほど分かんないし。分かんないし。はい。かといって傾けるとやっぱり黒くなるとかね。これによってこう、かなりこう、敵から悟られる効果が。効果がある。かなり悟られ抜く効果があるんだけど、対して、じゃあ、こう、自分から覗いてみて、はい、どう見えるかっていうと、若干ですが、網網感は残ります。ちょっと見させていただいて。いいかな？わかるかな？いやでも、おすみさん、これ、うん、ソップとかの、細かい網目のやつだと、うん、そうそうそう。黒いの見えて見づらかったんですけど。存在感のある切り札してあるからね。これ、キャリポスは、うん、ほとんど俺の目があれかもしれないですけど、うん、ついてないみたいには、うん、全然邪魔になんないです。肉眼で見ても、邪魔になんないし、うん、であれば正解です。うん、大事、全然大丈夫です。であれば正解です、うん。で、見た目が正観ですね。で、さっきみたいに、もう一回これをつけることもできます。どうよ、これ。これやばいっすね。はい。俺、これ、キャップついてなくてもいい感じで、これがかっこいい。うん、そうですね。ああ、やべえ。この状態。で、お値段の方が、はい、先ほど決めました。はい。1280円という大変お安い価格で。もう、はい、すぐ買える値段でね。うちのスタッフ全員に、スイさん安すぎますって言うんだけど、あくまでもこれは、ね、防弾効果というか、はい、弾食らって、割れるために作ったものじゃなくて、だって実重量でしょ、これ。そうそう。弾くらったら死にますんで。死にます。確実にこうですので。俺今まで、これバトルキャップつけてるんじゃないですか。はいはいはい、で、ここにレンズ、ポリカモンつけてて、ただ、いっつも落とすんですよ。そうなんだ。はいはいはい。フィールドで忘れ物のとこにね、いつも落ちてます、はいはい。フィールド忘れ物ナンバーワン。M4 のマガジンナンバー2バトラーキャップって言われてますよ、ね。でもこれだったら、邪魔、俺、このパカパカ感が、あんまり好きじゃなくて、うん、下にも下にしてる時もあるんですけど、そういう人はもうね、潔くこれ使ってください。はい、これでまたキャリポスを上に乗せる時が来たね。そうですね、はい。そうだね。はい。こんな感じでございます。OK でございます。乗っけてみましょう、何回も。はい。はい、これが、おすみさんの、シグ MCX、はい。ベルツですよね。ベルツ、ベルツ、ベルツ。このトークパイプですね。ダイラックスつけたんですよ。この間俺も買い出したんで。本当ですか。はい。ただこれ塗ってます？これ？あ、これはこの色。これ何の色ですか？これはね、実はね、メーカー名忘れたんだけど、これストックって言っちゃいけないの。え、うん、あ、そうなんだ。はい。これはピストルグリップスタビライザーというもので、初めて聞きました。なんかあと周囲に法律があって、ストックつけちゃうとハンドガンとして認められるかっちゃって、ちょっとまずいことなんですよ。そこのあれってどうやって使うんだ。こうくぐらして、こうやってギリギリ締めて、こうやって打ってやつだけ打てるわけねえだろう。あ、ないね。はい。なのでストックをつけちゃいけないようなものに対して、こう言い訳をするという、まあ言っちゃう脱法ストックなのかな。もちろん日本では何の問題もありません。はい。ちょっと俺これ今でも構えると、うん、はい、まるでストックです。いいですね。はい、でキャリポスもものすごく合ってます。そうなんですよ。今アイリリーフで言うとちゃんとこのなんていうかな、一番縮めた状態で、はい、ここに来るようになってますね。あれ、おすみさんこれ戻したんですか、水平に。ちょっと一段下げてたじゃないですか。あ、これ一段下げてます。あ、これ下げて、あ、本当だ本当だ。ここだけパララックスが。はい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 。で、キャリポス若干高さが足りないと言われているので、うん、考えてますね。ここにもライザーバーをね、近日発表いたしますが、つけてキャリポス、ハイキャリポス。ハイキャリポス。だから、キャリポスを今はもう、実は結構ユーザーさん多いんですけど、また、来年は、キャリポスがどんどんまた進化するといいます。
やばいですね。ここまで進化するのかしら。まあ、キャリコスは、うん、この間ほらグロックが売ってたらさ、はい、キャリコスは売ってるために買った方がいいですよ。そうですね、うん、そうだね。安住今日もう旅、買い物しました。もう買いました。これちゃんと買いました。今、多分、その絶対に日本で一番キャリボス。キャリボス、キャリボスを見てる。はい。あれもかっこいいですね。かっこいいでしょ。うん。マウントのキルフラッシュも、やばい感じ。やばいでしょ。はい。はい。オッケーでございます。オッケーです。キャリボスでございます。キャリボスの、なんだっけ、キルフラッシュ。はい。ハニカムサンシェードと言います。うん、はい、ハニカムサンシェード。ハニカムサンシェード。280円で、まもなく発売。まもなく、はい、今日発売。はい。ま、はい、もなく。オッケーでございます。はい。フライングレポーダー。フライングレポーダー。フライングレポーダー。お疲れ様でした。本日はですね、41PX に行ったら、おすみさんがいて、で、みんなもなんか買い物をして、いいものを見つけてしまう。まあ、見つけてしまったものがあった瞬間って、心躍るんですよ。そうですね、はい。やっぱりこう、物欲なり性欲が満たされる瞬間というのはやっぱり高ぶるわよね。最近性欲より僕物欲の方が多くなってる気がする。だいぶそれは衰えてるし。でも何かしら欲なんだけど大事なことですよ、本当に。まあまあそうですね。本当にそう。うん、まあそんな感じで今日は 41PX の店内からお届けさせていただきました。はい。ではですね、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。41PX もよろしくお願いいたします。チャンネル 41PX もなかなか今伸びてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。それでは、I'll be back! ありがとうございました。はい、あれ今始まったかな。Candlelight, you and me And the bottle of wine gonna hold you tonight Oh yeah There'll be no